近年、注目すべきイベントの一環として、試合で得た収益の一部が、大谷翔平と、ドジャースの事前団体によって、動物救助団体に寄付されました。これにより、大谷翔平の影響力は、フィールド上だけでなく、コミュニティ全体に強く広がっていることが示されています。ファンは、大谷翔平が、デコピンを常に大切にし、世話をしている姿に、惜しみない惨事を送っています。彼らは、デコピンが、ただの犬ではなく、大谷家の一員であると述べています。 明るい目と賢い顔つきを持つデコピンは多くの人々の心を捉えました。多くの人々は大谷がデコピンを大切にしていることが彼を公衆の目にさらに魅力的にしている要因の一つであると考えています。大谷翔平とデコピンはかつてないほどの強力な魅力を発揮し、ロサンゼルス・ドジャースのソーシャルメディアをほぼ支配しました。彼らの人気は米国のソフトウェア会社、z o o m h p h によって発表された印象的な数字で証明されました。 最近、ドジャースが本拠地で行った、ボルチモアオリオールズとの試合では、大谷翔平の、ボブルヘッドデーが開催され、大谷とデコピンの、ボブルヘッドフィギュアが、4万個ファンに配布されました。このイベントは、大きな関心を集め、試合開始の12時間前、午前7時から、すでに多くのファンが特別なプレゼントを受け取るために、長い列を作っていました。その日のハイライトの一つは、かつてない独特な始球式でした。 有名な選手や著名人の代わりに、大谷の愛犬デコピンが、この特別な役割を果たすために、フィールドに上がりました。実際にボールを投げるわけではありませんが、大谷の助けを借りて、デコピンはボールを持ち、愛らしくキャッチャーの元へと運び、観客全員の注目を集めました。ズームフ PH によれば、このイベントは、X、QTwitter、Instagram、Facebook など、ドジャースのソーシャルメディアプラットフォームで、膨大なアクセス数を集めました。 関連する投稿の総閲覧数は7450万回に達し、これはドジャースが今シーズン記録した最大の数値です。また、総エンゲージメント数も252万回に達し、このイベントに対するネットコミュニティの特別な関心が示されました。特に注目すべきは、これらの印象的な数字の中で、デコピンに関連する投稿が全閲覧数の90%、エンゲージメントの92%を占めている点です。 つまり、その日、デコピンは、ドジャースのソーシャルメディアで、スターとなったのです。ズームフ PH は、その報告書で、番組の主役は、それは、大谷の犬デコピンだったと認めています。デコピンの始球式のもう一つのハイライトは、大谷が持っていた、小さなおやつ入れのバッグでした。試合が始まる前に、大谷は、デコピンを抱えてマウンドに上がり、待てと命じました。その後、デコピンは、すぐにボールを加え、大谷の元へ一直線に走り、見事に任務を遂行しました。 任務を完了すると、大谷が持っていた青い小さなバッグから取り出したおやつで、デコピンにご褒美が与えられました。このバッグには犬の足跡がプリントされており、大谷はデコピンのおやつを入れるために使用していました。すぐにこの小さなバッグは、ソーシャルメディアで注目の的となりました。多くのファンは、このバッグが日本でよく見られる、釜口タイプの小さな財布に似ていることに気づきました。彼らは、そのバッグの出所をすぐに見つけ、 この製品が約600円、約5から6ドルで購入できる非常に人気の商品であることを発見しました。彼らは大谷がこのようなシンプルなアイテムを使っていることに驚き、そして親しみを感じました。すぐに大谷のおやつバッグはホットアイテムとなり多くの人々が購入を試みました。いくつかのファンは大谷の妻、マミコさんがこのバッグを選んだのではないかと質問さえしています。 興味深いことに、このバッグは新しいものではなく、大谷がデコピンを買い始めた時から使用されていたものです。デコピンがまだ小さかった頃から、大谷は常にこのバッグを使っておやつを持ち運んでいました。2023年にアメリカンリーグの MVP を2度目に受賞した際など、重要な場面でも、この小さなバッグは彼と共にあり、大谷がデコピンに注ぐ愛情と絆の象徴となっています。 大谷とデコピンの見事なコンビネーションはアメリカで熱狂を巻き起こしました。アメリカのメディアもこの機会を逃さずこのイベントを称賛しました。オレンジカウンティレジスターはドジャースがランキングの首位に立っているだけでなく新しいスターとしてデコピンが登場したと例えました。記事ではデコピンが始球式の任務を完璧に果たしボブルヘッドナイトでの大谷と彼の犬のコンビネーションが観客全員に大きな喜びをもたらしたと述べています。 MLB の公式ウェブサイトにも、デコピンがストライクで支給式を行い、その後、大谷がホームランを放ち、2つの盗塁を成功させるというタイトルの記事が掲載されました。この記事では、デコピンのパフォーマンスが、試合後にドジャースのロッカールームで話題となったことを強調しています。デイブ・ロバース監督は、デコピンがその日の最も印象的なキャラクターであるとさえ断言しました。 彼はまた、デコピンが、将平の犬であるため、その素晴らしいパフォーマンスには、全く驚かなかったと述べました。大谷の妻であるマミコさんも、大谷とデコピンのパフォーマンスを見ることができなかったことを、残念に思っていると述べました。少し残念に感じますが、忙しくて球場に行けませんでした。それでも、遠くから大谷とデコピンを応援していますと、マミコさんは語りました。マミコさんは、大谷がデコピンと遊ぶ姿を見るたびに、 心が溶けるように感じると語りました。大谷がデコピンの柔らかい毛を優しく撫でたり、犬が彼に駆け寄るときに彼が笑顔になる様子を見ると、マミコさんは彼らが互いに持つ温かさと幸せを感じます。デコピンは一大現象となり、ハリウッド映画のスターにするという大規模な計画が進行しています。ハリウッドからの情報によれば、デコピンを主役にした映画制作の話し合いが進められているということです。 映画は、大谷と彼の愛犬の友情の物語を再現する予定であり、2009年に大ヒットした、8約束の犬のような成功した映画から、インスピレーションを得ています。トム・ハンクスや、ロブローなど、ドジャースの熱狂的なファンである、著名な監督やプロデューサーが、このプロジェクトの計画を進めるために、リーダーシップを取っています。まだ公式に発表されていませんが、球団側や、大谷の代理人との交渉が始まっており、映画業界での裏での競争が激化しています。 それだけでなく、デコピンの人気は、MLB の一部のライバルチームを心配させています。一部のチームが、デコピンに似た偽剣を使用して、大谷を混乱させ、試合中に彼の注意をそらそうと考えているという情報があります。このアイデアは、一見面白いように思えますが、実際には、このスター選手のパフォーマンスを低下させる戦略として、真剣に検討されているようです。デコピンの賢さと愛らしさは、大谷のチームメートを熱狂させました。 試合後、大谷は自身のソーシャルメディアに、始球式でのデコピンの記憶に残る瞬間を記録した、一連の写真とビデオを投稿しました。デコイのファーストピッチというタイトルの投稿は、すぐに注目を集め、ネットコミュニティから熱心な支持を得ました。2時間以内に、この投稿は、57万を超える、いいねを獲得しました。 ドジャースのフレディ・フリーマン、ミゲル・ロハス、ギャビン・ラックス、エンリケ・ヘルナンデス、大谷の同僚、前田健太、柳田祐希、松坂大輔などの有名なアスリートが、大谷の投稿に、いいねを押して、デコピンのパフォーマンスに賛辞を表しました。ベッツも、デコピンの愛らしさと、賢さに夢中になりました。ベッツは、デコピンは、本当に賢い。何千人もの観客の前で、集中力を失うことなく、任務を完璧に遂行しましたと語りました。 この犬は本当にその飼い主と同じで、二人とも自分の役割で優れています。私もデコピンのような犬が欲しいです。この素晴らしい始球式を成功させるために、大谷は3週間にわたってデコピンと練習を続けました。彼によると、これは簡単な任務ではなく、デコピンがうまくできるかどうかについても、かなり不安があったと言います。しかし、大谷がデコピンを連れて、ドジャースの17番のユニフォームを着て、マウンドに上がった時、すべての不安は消えました。 数千人の観客の圧力の中でのデコピンの落ち着きとプロフェッショナリズムは驚くべきものでした。他の多くの犬が大勢の監修の前で簡単に木を散らしたり恐怖を感じたりするかもしれない一方でデコピンはその任務を見事に果たしました。確かにこのコンビネーションは野球ファンの心に深く刻まれることでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は チャンネル登録よろしくお願いします。